シバロッテマリーンズの佐々木朗希投手、22、以下継承略、が右上司のコンディショニング不良を理由に出場登録を抹消された。5月28日に、上半身の疲労、のため戦列を離れるも、6月8日の広島東洋カープとの交流戦で復帰。6回1失点に抑えて5勝目を挙げてから、わずか5日間で2度目の抹消に。ここまでチームは首位 福岡ソフトバンクホークスまで9ゲーム差のリーグ3位、6月14日時点巻き返しを図るためにも若きエースの活躍は不可欠だ。それだけに佐々木を慎重に扱ってきた吉井正人監督、59も頭を悩ませる。前回は2週間明けたが同じ症状だった。中6日での登板感覚、わきついということだったので抹消した。 中6日がが難しかったら投げる試合がない。最短で10日後の復帰は何とも言えないトレーナーとロウキがコンディションをどう感じているかによる「行けるぞ!」となるのを待ってからから行きたい2019年にドラフト1位指名で入団して以降メジャーリーグ挑戦を確約された佐々木は故障を避けるため時に過保護とも取れる環境でプロ生活を送っている メジャー移籍をめぐって契約交渉が難航。監督やコーチ陣、フロント、チームスタッフの尽力と苦労もあって、今や相手チームを圧倒する、チームを勝たせる投手に成長しつつある佐々木。また2023年には野球日本代表、侍ジャパンの一員として、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平、29や山本由伸、25、らと WBC 制覇に貢献。 このの実体験が突き動かしたのだろう契約交渉を迎えたオフシーズン、佐々木サイドが要求したとされるポスティングシステムでのメジャー移籍をめぐって話し合いは難航。年をまたいだ2024年1月下旬、キャンプイン直前にようやく契約更改を終えたのだった。この時の会見で将来的に大リーグでプレーしたい思いがあるが、まずは目の前のシーズンをプレーすることが大事だと思っていると。 メジャーへの気持ちを明かすも、まずはロッテ選手としてプレーに専念することにファンも&。2005年以来の優勝を目標としているが。